安田伊門安田伊門から1958年5月18日は日本の陸軍軍人政治家。軍人としての階級は陸軍機兵隊員。衆議院議員の後貴族院議員。他に日本競馬会理事長、日本中央競馬会理事長を務める。栄転は正五位訓三等旭日中受賞。安田は日本競馬の父。 日本ダービーの生みの親と呼ばれる。陸軍機兵隊員として、中央場所と山級車長であった1904年、競馬会設立の儀に加わる。1908年に、馬券の発売が禁止されると、馬券発売を合法化すべく、旧競馬法の制定に奔走した。1936年の競馬クラブ統合、日本競馬会創設に関与。同会初代理事長。 松平よりじゅの退任を受け、第二大理事長を務めた。在任中は、日本競馬のレベルアップを図るべく様々な改革に着手。イギリスを藩として、レースの体系を整備し、日本ダービーをはじめとする、クラシックレース後大競争の原型を作った。1954年に、日本中央競馬会が設立されると、東京の王の万木の要請を受け、初代理事長に就任した。 翌1955年に理事長を有馬頼康安に養成し、同会顧問となった。1951年に安田の業績を称え、日本競馬史上初のコバマイル重賞、安田賞が誕生。1958年に安田が死去した後、同レースは安田記念と解消され、現在は春季の芝マイル部門、チャンピオンホース決定戦として開催されている。 ありがとうございます。